ルへようこそ。どうも、たくはひなたです。人それぞれ効果的なダイエット方法ってバラバラ、全く違うって知ってますか？まずこれを見て、極端に分けるとこのお二方です。このお二方を例にして皆様にね、今日は効果的なダイエット方法をシェアしていきたいと思います。ひなチャンネル。はい、まずこちらの A ちゃんはまずは有酸素運動がメイン。そしてその次に食事を見直す必要があります。なぜならきっと普段から食べ過ぎてしまっている可能性があるからです。で、こちらの B ちゃんはほとんど、ね、脂肪を落とした状態の B ちゃんなので、筋トレとあと栄養バランスのいい食事をすることをメインとします。大まかな説明はこんな感じなんだけど、まずなんで A ちゃんは有酸素運動がメインなのについて、やっぱ A ちゃんは普段ねちょっと食べ過ぎちゃったりとか夜更かししちゃったりとかでぐちゃぐちゃな生活をしてしまって、脂肪がねたくさんねこう蓄えられて元気の状態になっちゃったから、まずはそれを有酸素運動で分ける必要があります。いるものいらないもの。あとはですね、やっぱ私の経験でもあるんですけど、筋トレって効果が出にくい、脂肪がもっと上にあると腹筋がもっと溝が出てきたとかもさ、ちょっと分かりにくいじゃん。だからモチベーションも下がっちゃうんですよね。あ、痩せてきてるんだけど痩せてないってなっちゃうから、まずは有酸素運動で脂肪を落としちゃう、で筋肉を見えるようにしようっていう感じです。でそれで効果が出てくるじゃないですか、有酸素運動で頑張って脂肪を落として、そしたらやっぱあれ、私痩せて可愛くなってきてる、ダイエットって楽しいって多分どんどんなってくるんですよね。なのでまずは有酸素運動でガッツリね簡単に脂肪を落としてからっていう感じです。で、食事をなんで見直すかっていうと、やっぱまあ軽く簡単に言っちゃえば、まあ、臓器の中がブラック企業的な、なのでちゃんと消化できる分にしてあげて、臓器も休ませてあげて、しっかり基礎代謝も臓器の力も上げていく。で、A ちゃんの説明はこんな感じで、次は B ちゃん、まず B ちゃんはもう脂肪が落ちた状態なので筋トレを次はして、で筋肉をたくさんつけて基礎代謝アップして、でリバウンドしにくい体作りをすることが大事となってきます。で、闇雲に筋トレしたとしてもガソリンがないと車とかバイクとか動けないじゃないですか。やっぱ人間もそれでガソリン、栄養がないと元気になったりもできないし、運動する、筋トレする元気も出なくなるし、なのでガソリンをね、いやまだいけるっしょってちょっとしかガソリン入れないで高速道路ビューンってクッって止まっちゃうよりは、やっぱしっかりガソリンを入れてもう安心安全でこう乗れる感じにしておくといいです。でそしたらね、具合悪くなったり怪我したりだとかしないし、とてもおすすめです。太りたくないから食べないで、太らないために食べるっていうのが大事なんじゃないかなって思います、本当に。あとね、最後に A と B ちゃんに言いたいんですけど、ストレスを発散するときに食事に発散をしない。やっぱりプライベートが潤ってたりだとか、なんか別の場所が潤ってるとやっぱ食事に行かないんですよね。なので頑張りたいこととか、妹に何かを買ってあげたいとかね、例えば彼氏に何か買ってあげたいとか、誕生日とか私生活を潤すことってすごく大事だなって思いました。頑張ることってすごい大事なんですけど、そういう調節も私は重視した方がいいのかなって思います。で、私が、こう考えたのは、やっぱ趣味を作るってすごいお金もかかっちゃったりするじゃないですか、とか時間も使っちゃったりだとか。なのでみんなが多分できる、まずはできることって人と会話すること、やっぱ仕事にもバイトにも学校にも家族とも、多分みんな過ごしてると思うから、あ、絶対人と話す時間ってあると思うんですね。なのでその一人の時間もね作らないことで、食べ物への執着心がなくなってくるっていうか、とかやっぱり一人の時間を作るときって食べちゃうんですね、私の昔を思い出したら。なのでやっぱ人と話すのが一番みんなができそうなのかなって思って、だからちょっとね試してみてください。ひなチャンネル。この前ね動画で紹介したくるくる運動あるじゃないですか。あれは食べ物の消化効率を助けてあげる運動なんですね。臓器はねこうやって横に運動するってすごいね動きやすくなるのって元気になるから、だから食べた後にこれをやるだけでも違ったりだとか、便秘の方とかも治りやすくなるというか活発になると思うんですね。なのでこれは A ちゃんも B ちゃんにもやってほしいことであって、なのでくるくる運動はここでも、私でも今ここでもやりながら喋れちゃうし、なのでどこでもできると思うので、ぜひね皆さんやってみてください。明日はもっと具体的な A ちゃんと B ちゃんのやり方をね紹介していこうと思うので、ぜひ気になる方見てみてください。おまけねえ、みんな聞いて、私さボミさんちょっとね本当にめっちゃ使ってて、ついに
電流があんまり来なくなったわけで、え、ついに壊れたと思ったの。もう水拭きしてもダメだったから、え、なんでだろうって思って、あの、私ちょっと最近乾燥してて足パキパキというからカサカサなんだけど、え、これかなと思って、まあ、水につけてべっちゃりしてる状態でやったんですよ。したらバーンって電流が来て、あ、乾燥してだからかって思って、だから、あの、もし電流弱くなったなって思った方、試してみてください。そういう同じ経験の方、あれでさすがにべっちゃべちゃのもう滴るみたいな感じで置くんじゃなくて、もう濡らしてサササって拭いてキュッみたいな感じでやってみてね。ということで、お次のバイバーイ。